あとはもうね、ちょっと炭水化物をちょっと一回控えてたんですけど、はいはい、あ、もう取っていいですかね。もう食べようと思ったら、なんか食生活気をつけてたりします？気をつけてたり。あ、肉をいっぱい食べる。鳥ばっかり食べて、毎日鳥。あ、そうですか。進行が鳥はこう、ええ、いつもあんでも飛んでいけるでしょう。なるほど。でもね、牛肉の方が、いいですか。あ、そうですか。豚はどうですか。豚もいいですよ。豚もビタミンです。いや、基本的に肉。肉。炭水化物はそんなに。あの、炭水化物マギは。マギは。マギは。あ、じゃあ通常の平地ではいらない。平地ではいらない。あんまり。うん、太らないように気をつけて。ああ、太ると重いですもんね。重いしね。他は気をつけてます？要は例えば野菜とか、そんな気をつけないですか？甘いものとか。平地ではあんまりチョコとか食べないですか？窃盗の疑いで逮捕されたのは群馬県高崎市の無職柳川正幸容疑者です。そうですか。警視庁によりますと柳川容疑者は先週金曜日、台東区上野のアメ横で間際に炭水化物か食べるっていうのはどういうことですか。うん、あのちょっとパワーエネルギーを、やっぱり炭水化物はパワーですかね。パワーです。もう6000超えたのも炭水化物ばっかりですよ、ね。あ、そうですか。うん、